そっか、サンキュー。よっしゃ、それじゃ行きますか。
青葉、青葉。どうした？考えすぎだ。思考回路がショートするぞ。マジか？つか、どんだけ貧弱な思考回路なんだよ、俺。比較対象をごく一般的な成人男性として、その思考回路の強度を仮に100とすると、青葉の思考回路の強度は。いい、いい、そういうのはいいから。その説明で余計にショートする。そうか。近道をするなら次の道を右だ。あっぶね、通り過ぎるとこだった。でさ、本当にあったらしいんだよ。こう、いきなり頭の中を乗っ取られるっつーの。なんだそりゃ、強制ライム参加かよ。そうそう、まさしくそれだよ。道端でいきなりライム仕掛けられて、しかも相手がすっげえ強いんだって。でもそれって、雨水がいない状態ってことだろ。なのにライムとかできんの。それができるらしいんだよな。よくわかんねえけど。つか、準備も何もしてねえのに戦うとか無理じゃね？拒否れねえの？問答無用らしい。とにかく強制的に引っ張られてボコられるってんで、まさしく辻斬りだよ。やべえなそれ。図体の割に大したことねえな。
せっかく彼女の前だってのに、大な。私も公爵さんに髪を結ってもらいたいって、彼にわがままを言ってしまって。生意気なのよ。そうよ、部をわきまえなさいよね。お嬢さん、そう思ってくれるのは神弓冥利に尽きるぜ。けどな、みんな俺の大事なお客さんなんだ。順番はちゃんと守ってもらわねえとな。はい。彼氏もちっと強引だったが、あんたを思ってのことだ。あんまり責めてやるなよ。また日改めて来てくれ。そん時は歓迎するからよ。はい。ちょっと、いつまでそこにいんのよ。どいてよ。あの、ゴージャクさん、汗かいたでしょ。これ、さっき買ったばかりのハンカチなんですけど。もし…いや、そりゃ悪いだろう。気に入って買ったんだろう。自分で使いな。いいです。公爵さんに使っていただけるなら、きっとこのハンカチも本望です。本望ね。そこまで言われて断ったんじゃ、男がスタルってもんだ。そんじゃ、ありがたく使わせてもらうぜ。ありがとな。さっさと行くか。アオバ。おい、待てって。コージャック。アオバ。やっぱりアオバじゃねえか。ああ、なんだよ、水くせえな。いたんなら声かけろって。なあ、まあ仕事中に通りかかっただけだし。仕事中？配達か。つか、お前も仕事中だろ。なんか騒ぎになってたけど。ああ、こいつが列を無視しようとしたからよ。ちょいと軽くな。お前、いい加減にしとかないと、そのうち刺されるぞ。刺される？誰に？見りゃわかるでしょうが。